こんにちは、ぬいです。今回の動画は昇降式デスク、小峰デスクのレビューになります。ついに念願の昇降式デスクがね、我が家にも来ました。実際に一から組み立てて1日ほど使ってみてるんですが、非常に快適になってかなり感動してます。こちらの小峰デスクですが、現在幕開けにてクラウドファンディングを実施中です。昇降式デスクの場合は73,900円から購入可能です。ただ一般価格は99,000円の予定みたいです。ここまでお安く買えるのは今後絶対にないとのことだったので、気になる方はぜひ幕開けページもご覧になってみてください。はい、ではまずはこちらの天板から紹介していきます。私は色をナチュラルを選択し、長さは140センチのものを選択しました。で、こちらがね、上飾りになっていて、ラバーウッドという木の素材を使われています。そして表面はウレタン塗装がされています。汚れとか飲みこぼしなどはさっと拭き取りやすいっていうのもポイントです。そして全体的にね、丸みを帯びた印象があります。角が全部ね、こういう風に丸くなっていますし、前面のここ側ですね、もう実は丸みを帯びていて、肘が当たっても全然痛くない構造になってるんですよね。なんといってもこの小峰デスクの天板っていうのは木と鉄が融合されています。この裏側にね、鉄が融合されているんですけど、それによってより重量感が増し、木も曲がることがなく末永くまっすぐ使えるようになっています。マグネットがね、つくようになっているので、ペタペタ貼れるのもね、大きな特徴になってます。次ね、台の方を見ていきましょう。調整はね、こちらで操作できます。上に上げることも可能ですし、このように下に下げることも可能です。1、2、3番とありますよね。ここにね、高さを3つまで記憶することができます。試しにね、私も設定しました。1番は座っている時、2番はスタンディングデスクとして使いたい時、そして3番は仮眠をする時に最適な高さを設定しています。そして小峰デスクには障害物検知機能があります。お見せした方が早いと思うので実験してみますね。今このデスクの中に椅子が入っている状態になるんですね。で、これをね、下げてみますね。するとこのように、あ、障害物がある、これ以上行ってはいけないっていうふうに判断してくれて戻ってくれるようになるんですよ。小峰デスクってアプリからも操作ができるようになるんですよね。デスクの中に椅子があったとしても、このように察知機能があると結構心強いんじゃないかなと思います。合わせて設定方法もお伝えします。すっごく簡単です。まずは設定したい高さに調整します。次にこの M のマークがあるので押してもらって、該当する番号をタップしてもらうと、ここで記憶が完了となりました。ちょっと下げて実験してみます。先ほどの設定がこのようにね、記録されたことがわかるかと思います。で、天板の裏もね、紹介していきます。ここが非常に優秀で、いろいろ収納ができるようになってます。小峰デスク、非常にありがたいことにデフォルトでいろいろつけてくれてるんですね。で、強みの一つが、まあ、マグネットがくっつくようになっているので、装着するとこういった形で貼り付けることができます。そしてオプションをつけることもできるんですね。3つの収納セットが用意されてるんですけど、これもね、試しに使わせてもらいました。まずこちらですね、ケーブルトレイになっています。ごちゃごちゃした配線などがあると思うんですけど、この中に収納することができるんですね。さらに気が利くなと思ったポイントがあります。こういった形で収納できるんですけど、付属で付いているこのマジックテープとかっていうのも付けることができるんですね。固定させてより安定させたいよっていう方にはね、結構うってつけかなと思います。そしてサンプル品にはなりますが、引き出しもね、いただきました。今は鉄製のものになるんですが、実際にお手元に届くのはアルミ製になるとのことです。で、実際に中身を開いてみると、こういった仕様になっています。奥に行くとね、ストッパーもこのようにあって、引き出しがはみ出ないような仕様になっています。そこまでね、大きな収納ケースではないんですが、まあ、ハサミとかペンとか文房具を入れる際にはすごくぴったりだと思いますし、よりデスクをね、綺麗にすっきり使えるんじゃないかなと思います。ではここからは実際に、まあ、1日ほど使ってみてどんな感想を抱いたのかみたいなのを、まあ、シェアしたいなと思うんですけど、私は大きく4つのメリットを感じました。サクッと紹介していきます。まず1つ目です。思ってる以上にどっしりと構えてくれています。
このコルフォデスクはやっぱりね、木と鉄の融合になるので重量はね結構あるんですよ。ただ安定感はね抜群にいいですね。水とかがねこぼれることもほとんどなさそうですし、この安定感は想像以上でした。私個人的には非常にありがたいです。で、2つ目はナチュラルの色合いがもう私好みでしたね。私は明るい色がすごく好きなんですね。なので、白ければ白いほどいいなっていうふうに思ってたんですけど、白と水色にきちんと溶け込むいい具合の色合いだったので、ここすごく嬉しかったです。本当に明るい木目調のものが欲しいっていう方には結構うってつけなんじゃないかなと思ってます。で、3つ目がこの3段階で設定できるっていうのが非常に嬉しいですね。調整のしやすさがしやすいっていうのはもうすごく感じてるんですけど、3つまで登録できるのはね結構ね良かったんですよ。やっぱり立つ座る以外にも私だったらお昼寝に適した高さを設定できました。そしてお子さんやパートナーがいる家庭だったらその人にね合わせたものをもう一つ組み込めると思うので、この辺もね良かったです。で、4つ目が天板を余すところなく無駄なく使えるっていうところも良かったですね。やっぱりマグネットの可能性ってすごいですね。140センチもなると結構いろいろくっつけることができるので、これから来るね収納ケースはもちろん他にも何かいいアイテムがあったらマグネットをつけてデスク裏の見えない収納をもっともっとね充実させたいなっていうふうに思いました。で、最後5つ目なんですが、140センチの広さ、これすごくね個人的には良かったです。私これまで120センチのものを使っていたんですけど、今回を機にね140にしてみたんですよ。で、20センチ広がるのでどうかなと思ってたんですけど、この余白ができることですごく心の余裕にもつながりました。単純に余白が増えたんですね。で、この余白で私の場合はサムネイルの写真撮影とかもできたりするので、140センチのものを、ね、選んでよかったなっていうふうに思いました。で、最後一つ懸念点だけお伝えします。懸念点というか、注意点なんですけど、思ってる以上にめっちゃ重いです。どれくらい重いかっていうと、140センチのこの天板が 30.7 キロもあります。そして足2つ合わせて31キロらしいんですよ。なので合計60キロオーバーになるので、組み立てがねちょっと大変なんですね。ちょっと実際苦労して、2時間半ぐらい組み立てに時間かかったんですよ。で、まず一人で組み立てるっていうのは特に女性の場合は控えた方がいいと思います。担当者の方も必ず2人以上で組み立ててくださいねってことだったので、ここは注意してみてください。で、中でもどこが苦労したかっていうと、この天板を上に上げる時ですね。2人では重すぎて無理だったので、別の人を呼んで3人がかりで持ち運んだ、やっと上に上げることができたんですね。なので一人暮らしで昇降台デスク、コンフォーデスクにしようかなって考えている方は、誰か助っ人を呼んで組み立てなきゃいけないっていうところを念頭に置いて購入してみてください。ただ1日使ってる中ではそれ以外のデメリット、懸念点っていうのはほぼほぼ見つからなかったので、本当にこのデスク導入して満足しています。はい、というわけで今回の動画は以上になります。少しでもね参考になった方はぜひチャンネル登録、そして高評価を押していただけると私の励みになります。ではまた次の動画でもお会いできたら嬉しいです。以上のいでした。バイバーイ。